された世界は地下室の先のワンダーランド。この世界を救ってほしいのです。この春、一生に一度のスペシャルな誕生日が始まる。バースデーワンダーランド。2年生になった私たち、いよいよ次の曲が始まるのです。低音パートには4人の1年生が入部。そして今年の目標は全国大会金賞。去年の悔しさを忘れない、後悔はしたくない。劇場版響けユーフォニアム。あなたのこれほどの不浄の魔力、ダメだ人間。あなたはこの世界を自分で滅ぼすために私を。前回の借りを返させていただきます。失礼するっすよ。とても怖いよ。この人と戦ってはダメ。400戦無敗の空手家京極誠と獅子の国シンガポールの闇が今牙を剥く。なぜお前がここに。モンドー無用。劇場版名探偵コナン根性のフィスト。私には帰る場所があるってこと、もう一人じゃないってこと、誰かの手がとっても温かいってこと、いろんな気持ちを全部あんたが教えてくれたんだよ。燃えていいのは魂だけだ。燃えて消すのが俺の流儀だ。好きで燃やしているわけじゃない。炎は僕らの一部だ。これがパルナッサスケ、人類の最後の希望だ。一生が完全燃焼、燃える火消し魂のガロッティモ様だ。だが一度撃てばもう二度と人を殺す前の自分には戻れない。必要としてくれる人間から目をそらし逃げているだけ。過去との決着か。あなたには救える人がいる。やることがある。露骨な名古屋弁を話す少女ヤトガメと東京育ちの転校生ジンによるご当地文化の違いを描いた本作品はツイッターで人気を博し、現在では一人者刊行の月刊コミックレックスにて連載しています。また物語の舞台は名古屋ですが、以上にハードル高い。作戦を立てたりするけれどちょっと的外れでいつも空回り。ぼっち少女はクラス全員と友達になれるのか。新しい友達、新しい生活、一人ぼっちの友達作りが始まります。ファーストコンタクトから半世紀、時はまさに大宇宙旅行時代。残念アラサーロビー・ヤージとしっかり少年ハッチ来た。幸せの星伊勢カンダルへ自由気ままな宇宙旅。新番組ロビハチ。光へ連れ出すのは愛しい笑顔、変わらないまま微笑む。移ろう時は呼びかければいい。いつでも背中を背に感じている。どんな時だって迷わない。時にぶつかり競い支え合って、夏の日差しとグランドで紡がれる女子高生の物語。私と一緒に野球やろうよ。
嫌いだし、友達もいらない、青春もいらない。なのに性欲の塊の男どもが！みだらな青ちゃんは勉強ができない。2019年4月、テレビアニメ放送スタート。その子は貴重なサンプルだよ。そこまでする必要があるの？ここでやっちまおう。私がやるわ。調べてほしい男がいるんです。こいつどっかで。このままじゃ解散させられちゃうんだよ。でかいことやらないか。これは俺たちのやりかけの仕事だ。なんだこれは。これで連邦を叩き潰す。そして一人の青年との運命の出会い。エドワン・マス。シャアーズナブルだ。テレビアニメこの音止まれ、2019年4月より放送開始。俺は信じてる。俺たちにはちょっとやそっとじゃ切れないつながりがあるって。俺たちはきっともう一度つながれる。僕は君と、君と、君とつながれるだろうか。サラザマイ。真夜中のオカルト公務員。忘れない、決して忘れない。体に来る、もっと泣きつかせて、もっと挨拶で舐めさせて。鬼のお兄ちゃん、さすがにうまく辻褄を合わせますな。あるがままを、見たままを受け入れりゃそれでいいってのによ。結末が今から楽しみだよ。敵対者は徹底的に潰し殺す。僕は変わりたくて、ただみんなを守ろうと。自分を憐れめば人生は終わりなき悪夢だよ。違う。Kids out!
これは無秩序な戦後に抗う妖精兵たちの物語、フェアリーゴール。禰豆子、きっと人間に戻してやるから。テレビアニメーション鬼滅の刃始まる。